こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は静岡市と藤枝市の市境にやってきました。その市境にある宇都宮峠というところに来ております。宇都宮峠には明治、大正、昭和、平成の名がつく4つのトンネルがあります。中でも最初に作られたトンネルが明治トンネルなんです。明治のトンネルとも言われますね。この歴史あるトンネルを今回は岡部口と言われる岡部側から入っていきましょう。ハイキングコースにもなっていますので、道もしっかりと舗装されて歩きやすくなっています。多少は息が上がるくらいの斜面が続きますよ。現在も日本坂トンネルや宇都宮トンネルは渋滞が多いですよね。やはり昔から宇都宮峠というのは難所と言われるくらい険しい峠だったようです。ですからトンネルは人々にとっては必要不可欠なものだったんでしょうね。さあ、何やら看板が見えてきましたが、道が二手に分かれていますね。こちら奥に行くと旧道のようですね。さらに険しそうですよ。ここから先が明治のトンネルのようですね。明治、大正、昭和、平成に作られたトンネルがここまで揃っているのはこの宇都宮峠にしかありません。トンネルの歴史を感じることができる場所でもあるんです。さあ、この看板から少し進んでいくといよいよ明治トンネルが見えてきますよ。では進んでいきましょう。ここからは少し木が多いせいか太陽の光が遮られて薄暗くなってきますね。ほら見てください、見えてきましたよ。なぜかここから少し吸い込まれそうな感じがしましたね。変な意味ではなくて、素晴らしいものを見た時に鳥肌が立つような感じです。さ、着きましたよ。今回ご紹介するところは静岡市駿河区宇都宮にあります明治トンネルになります。全長203メートル、幅4メートル、高さ 3.9 メートルのトンネルになります。1997年5月29日に現役トンネルとしては初めて国の登録有形文化財になっています。さ、ではいよいよ入っていきますよ。やはり一歩踏み入れると薄暗くて雰囲気漂う感じがしますよね。1876年6月に完成し、標高115メートルに作られたこのトンネルは日本初の有料トンネルとなりました。一直線で出口まで見えますよね。ですが当時はくの字の形をしていて、さらに段差などがあって、あまりいいトンネルとは言えなかったようです。また1896年にトンネル火災があり、通行不能となってしまいました。しかし1904年に修復されて生まれ変わったのが今の明治トンネルなんです。くの字の形から一直線になり、耐火性のある赤レンガにして
新しく生まれ変わりました。真ん中のあたりでくの字に曲がっていたということですが、このあたりでしょうか。今は分かりませんが、想像しながら通るのも面白いですよね。出口30メートル付近のこの辺りが一番綺麗で美しく見える場所ではないでしょうか。一直線なので出口が見えるのですが、歩いているとなかなかたどり着かないのが不思議なトンネルでした。歩くとやはり203メートルというのは長いですね。さあ、出口が近づいてきました。出口側は静岡市駿河区になりますね。やはり綺麗ですよね。太陽の光と反射して輝いて見えますね。こちらが静岡口になります。静岡口は歩いていくと広場があるんですね。静岡口にはトイレやベンチなどの休憩施設、さらに駐車スペースもありますので車の乗り入れも可能なんです。さらにこちらは春先に来ると桜も満開で見頃なんですよ。なんと模型も展示されていて、宇都宮峠を知り尽くすことができるんですよ。さて、続いては夜の明治トンネルをご覧いただきましょう。時刻は午後8時過ぎです。今いるところは昼間と同じ岡部口の入り口になります。夜は街灯もなく、携帯の明かりを頼りになんとかここまで来るといった状況です。トンネルは一直線ですが、先が真っ暗で安心感はありませんね。では静岡方面へ歩いていきましょう。昼間とは違って少し不気味な雰囲気を感じさせますね。地元ではこの明治のトンネルを通称お化けトンネルとも言われています。噂では人の声が聞こえるとか、火の玉が飛んでいるという怖い話があるようです。ですが昼間も確認しましたが、心霊スポットにありがちな落書きなども見当たらなかったですね。やはり古いので不気味な感じはありますが、今のところは全然そんな気配は全くない状況です。むしろ恐怖を感じたのはトンネルの約半分を過ぎたあたりでした。ちょうど100メートル付近を歩いているところでしょうか。ちょうどここら辺が昔のくの字に曲がっていたところでしょうね。皆さん、トンネルの先に何か異変に気がつきませんか？そうなんです。ここから先のトンネル内の照明が消えているんです。ですので、ここから先は真っ暗な映像だけなのでお許しください。一直線とは分かっているのですが、さすがにこの暗さには驚きました。トンネルを訪れた当時の明治天皇も、中央付近はあまりにも危険なため乗っていた馬を降りられたという記録が残っているようです。それにしても暗すぎですね。
うっすらとレンガの壁がわかる程度ですね。携帯のライトを頼りに必死で出口へ。やっと外に出たんですが、外もこの暗さです。さっきの広場にも街灯はありません。振り返ってトンネルの奥を見ると、やはり途中から明かりが消えているのが分かります。やはり真っ暗で何も見えないのが一番怖いのではないでしょうか。やはり真っ暗は怖いので、帰りはスピードアップで戻ります。さあ戻ってまいりました。いかがだったでしょうか。今日ご紹介したところは、静岡市駿河区宇都宮にあります明治トンネルでした。この静岡県にある歴史あるトンネルの昼の顔と夜の顔をお伝えできたと思います。ぜひ皆さん一度足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。ぜひともよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。